はい、じゃあ3部まとめになります。やっぱりね、そのフェーズごとにいろんな時期があり、風向きがあり、トレンドがあり、気分の変化っていうのはあるんじゃないかなと思うんですよ。でそもそも人って育ったら離れていくもんじゃないかなと思うんですよね。会社員にしても家族にしても、で離れて自分の力で勝負できるような人を育ててくるわけですから、自己判断ができて、自己処理ができて、自己完結できるような優秀な社員を育ててしまうと、当然ですけども出ていってしまいますよね。で全ての創業者っていうのは自分のビジネスを大きくして、それが自分の資産になり、自分の生きた結果になるわけですよね。で創業者だけなんですよ、その甘い汁を吸えるのは。もしくは創業者の家族みたいな縁の切りようがない、かなり縁を切るのが難しい関係ですよね。でもなければアルカポルみたいな血の義理を交わすようなね、血義を交わすようなね、そんな関係なんですけども、まあ、言ってみればたかだか社員、たかだか上司部下なんですよ。いつか道は分かれて、それぞれの人生を歩んでいくんですよね。そんなとこじゃないかなと思いますね。